石崎チャンネル。昔の話なんですけど、スバルのオフ会に行ったことがあるんですよ。で、丸めのインプレッサ GDB に乗ってる人が自己紹介してたんですよね。その時言ってたのが、普段はこの車で湾岸300キロで走ってますって言ってたんですよ。いや出ねえよ。ギア比、パワー、ブーストアップでしょそれ。出ねえよ。石崎でございます。石崎、本日若干寝不足でしてね、ここにクマができてるんですけれども、頑張って明日紹介していきたいと思います。はい、今回はですね、34スカイラインですね、こちらになりますね。この車両はドリ車です。普段ドリフトをしている車両を今回紹介させてもらうことになりました。実はこの車両ナンバーついてないんですけど、わざわざ撮影場所までオーナーさんが赤車で持ってきてくれましてですね、大変ありがとうございます。はい、ということで、石崎ドリ車そこまで詳しくない説ありますが、そうなんです、あんまり詳しくないんです俺はグリップだなんてね、意地張ってグリップばっかりしてたらドリシャーが全然詳しくなくなっちゃいましたということでね、まあそういう、そんな石崎今回も頑張って紹介していくので、34スカイライン、ご紹介いきたいと思います。じゃあ早速オーナーさんをご紹介したいと思います。どうぞはい、オーナーの榎木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はわざわざ赤車で持ってきていただいて、ありがとうございます。はい、はい、普段はドリフトをされてるんですよね。そうですね、はい。なんか大会とか出てるんですか？一応 D1 の地方戦に出させてもらってますね。はい。じゃあいずれかは D1 に、まあ行ければ行きたいですけどねちょっとまあお金もかかるし、そうですね、大変かなと、ね、まあ目指してはいます。はいはい、そんな榎木さんの、34スカイラインを今回紹介させていただきたいと思います。はいはい、普段はナンバーつけてなくて、はい、そうですね、赤車移動ですよね。はい、赤車移動で。ナンバーって頑張れば取れるんですか？取れないんじゃないですかね全部切っちゃってるんですね。割り切ってドリ車っていう感じ で、はい、どのぐらい乗られてるんですか？まあ、箱替えなんかもしてるんですけど、多分7年目ぐらいになりますかね。34続けて。そうですね、はい。で、箱は何台目ですか？これが今2台目なんで、はい、前のやつがやっぱりクラッシュでちょっとくしゃくしゃになっちゃったんで、まあ、ドリフトだとよくあることですね、はい、34が好きなんですか？まあ最初まあミーハーなんですかね、ワイルドスピードとか好きで34かっこいいなと思って、それから34をいじり始めてって感じですかね。なるほどです。はい、大排気量系のドリ車っていうと、はい、まあ、トヨタ系も選べたわけじゃないですか。フォードアはあんまり好みじゃなくて、ツードアのやっぱスポーツカーがいいなっていう感じで、やっぱツードアだとトヨタは、まあ、スープラとかありますけどね、金額的にこっちの方が。そうですね、でも今も34高くなりましたよね。まあちょっとずつ上がってきてるみたいで、だからあんまりサーキットとかでガシャンガシャンやってると、うん、箱買いするのも容易じゃないなっていうところはやっぱありますけどね。GT25GTT ですか？はいはいはい。あれ、まあ、いわゆるタイプ M 的なやつですけど、うん、あれでも300万近い値段をしてますもんね。新車価格かよっていう感じがですね。ということで、じゃあちょっと車いろいろ見せてください。はい、よろしくお願いします。車いろいろ見せてもらいたいと思います。はい、はい、まずはですね、喧嘩した後みたいなバンパーなんですけど、まあアスファルトとかクラッシュパッドとか車とかですかねいろんなのと、いろんなのと、そうです。はい、はい、まあ結構、戦いしてきました感があるバンパーです。はい、これどこのバンパーなんですか？これは、ヤフオクで買ってる結構安いバンパーで、はい、まあ、あんまり高価なものを、はい、買ってると、どんどん年間何本もバンパー交換するので、はい、安めのものをチョイスしてます。はい、奥様に怒られるとかってあるんですか？怒られません怒られそこはまだ大丈夫なんです。はい、はい、大丈夫です。はい、ボンネットが、はい、カーボンですか？これはオリジンさんの、はい、カーボンですね。シルバーカーボンのボンネット、はい、うん、だから34のこの方は純正鉄とかでした？純正は鉄ですね。はい、
鉄からカーボンだとやっぱり結構体感はできるんですか？まあ、重量的にやっぱりちょっと重ための車なので、はいはい、なるべく鉄素材は使わないようにっていう感じで考えてますね、はい、ドリフトなんか特に前が重たいと動きが悪くなるので、あ、まあ、FRP かカーボンは絶対入れた方がいいかなと思ってやってますね。頭の入りがやっぱり軽いとハンドリングが良くなるっていうんですかね、はいはいはい、そういう面では活躍してくれてます、ね、はい、あとこのヘッドライトなんですけど、はい、これはなんか横のところが LED みたいなのがそうですね、カスタムされてますね、はい、加工してくれてる職人さんがいまして、はい、そこに割るたびに頼んでるんですけど、割るたびNA ベースのヘッドライトに中を、LED とかなんかこのモールみたいなのを入れてもらったりして、はい、光ると結構かっこいい、ね、ここですか？そうですね、縁、はいはい、このここの縁が光って、はい、ここがウインカーになってて、はい、これはスモールですかね、はい、結構カラフルに変わるんですね。カラフルです、はい、じゃあちょっと後で見せてください、はいはい、で、またがっつりカナードがついてますけど、はい、まあ、サーキット走る車だとカナードってもう最近はメジャーになってきたと思うんですけど、はい、ドリフトでカナードってのも効くんですか？このカナードつけたきっかけとしては、つくば2000を走って一番最初に走った時にやっぱドリフト中にフロントが逃げていくような感じっていうのがありまして、はいはい、まあ、タイヤ的にはグッドライドさんにスカラシップ受けてるんで、タイヤはグッドライトで、フロントのそのアンダーをちょっとなんとかしたいなと思った時に、まあ、このタイプの大きなカナード効くよっていう話で、これつけてその後同じコース走ったらやっぱりフロントの食いつき全然変わるんで、まあ、空力的にもいいですし、見た目も迫力があって気に入ってます。ちょっと横の方に回っていきたいんですけど、はい、あ、これフェンダーも変わってるんですね。フェンダーも変わってます、はい、これはどちらのですか？これもネットショッピングで買ってるんで、はい、メーカーさんとかちょっとわからないんですけど、はい、コスパを大切にってことですね。そうですね、これ GTR 用のフェンダーがついてるんで、そうなんですね、はい、ちょっと消化口がいるんですけど、結構でもなんか見た目ポン付けでできちゃうのかなって思うんですけど、うん、GTR だとここの中の高さがちょっと違うんで、そこをナットでかさ増ししたりとかしてあげれば、ね、まあそんなに難しい加工はいらないんで、ちょっと変わったのがいいなっていう方はいいかもしれない。じゃああれですね、 25GTT に34GTR のブリスターはポンではつかない？あ、つきません、はい、つかないですね。ちょっと溶接とか、まあ、アイデア次第ですけど。そうなんですね、はい、あ、なるほどです、はい、で、ホイールは、これは横浜ですね。はい、はい、モデ5とか言ったりします？モデ5とか言うかもしれないですね。モデ7とか、とか、はい、ちょっと懐かしいですけど、で、タイヤがグッドライドですね、はい、グッドライドのスポーツ RS でしたっけ？そうです、スポーツ RS です、はい、すごい、グッドライドのスポーツ RS って結構その溝も厚くて、はい、寿命長いし、そうですね、かなり持ってくれます。熱そんな入んないんじゃないのとか思ってたんですけど、ええ、バリバリ溶けてますよね。あ、全然熱入りますね、はい、どうですかこのドリフトでのスポーツ RS のフィーリングというかインプレッション的には。まあ、ドリフトで使う分には小さいサーキットで乗る分にはもう全く問題がないかなっていう感じで、まあ、絶対的なグリップ力っていうとすごく食うわけではないですけど、ドリフトってやっぱりそのちょっとタイヤが横に流れてくれたりだとか、バランス面ではすごくいいタイヤなのでぜひおすすめです、はい、寿命も長いんですよね。寿命はそうですね、サーキット年に20本ぐらい走って、うん、交換しなくてもいいレベルだったりするので。あ、そんなですか？はい、すぐなくなっちゃう、2回走ったらなくなっちゃうよとかって言ってコスパ気にしてるんであれば1本は高いですけど、長い間乗れるっていう意味では逆に安いのかもしれないかなっていう感じの、うん、じゃあこれからドリフト始めるなんていう初心者の人にもおすすめな、そうですね、バランスがいいんでぜひ使ってみてください。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとですね、あ、これルーフが色が黒く塗ってあるんですね。はい、はい、あ、リアフェンダーもなんかついてますね。
リアフェンダーもこれブリスターで、はい、これは多分 GTR の型を取ったやつだと思いますね。はい、はいはい、あ、大きな羽がついてます、はい、この羽も中古で買ってきたやつなんで、もともとなんかラリーかなんかの車についてましたよって感じで、ダートラとかですかね。そうですかね、こんな大きい奥丹波あんまり見ないんで。そうですよね、一回つけては見たんですけど、はい、抵抗がありすぎて、ドリフトするのにこうテールスライドさせた時にここがやっぱりこうあの風の抵抗でテールが出にくいっていうような症状があったんで、後からここだけ少し空気を抜くのに、はいはいはい、あの穴開けてあげて、やっぱりあの穴開けただけでもだいぶ違いますね。そうですね、はい、まあ、翼端板は直進安定性を生むとこだったりするんで、やっぱ穴開くとその分ある程度こうふらつく方向に行くんですね。そうですね、ふらついた方がいいです。そうですよね、ふらふらさしてなんぼですもんね。ふらふらさしてなんぼなんで、はい、はい、あのとどでかいのが2本入ってますけれども、はい、これはラインハルトっていうメーカーさんで出てる、マフラーの、もともと多分ラインナップにはないんですけど、中間対向を抜いてもらってストレートでリアピース、テールピースだけ太鼓入れてもらったような感じの仕様になってます。千葉魂ですね、はいはい、あ、ドリフトこそが我が人生、はい、なくなっちゃいましたけど、いいイベントでした。これ国明さんのところの、あ、そうですね、ね、はい、国明さんのチームのステッカーです、はい、あ、88年なんですか、長いですね、できたのが、はい、僕生まれたの88年なんですけど。じゃあナイトウォーカーズと同い年ですね。同い年ですね、はい、車人生はあんまり横向いてなかったんですけどね。本当の人生の方横向きっぱなしなんですよ、はいはい、ちょっと車内を見せていただきたいと思います。結構アイポイント高めなんですかね。そうですね、もともと低くしてたんですけど、はい、まあ、競技で追走とかするときに、はいはい、まあ、車の先端までの距離っていうのが、はい、まあ、上げた方が見やすいのかなっていう感じで、もともとというか今つけてるボンネットがちょっと、はい、上に上がってる分、そうですね、もっこりしてますね。そのボンネットに変えてからちょっとシート高めで、はい、ロールは感じやすくなっちゃいましたけど、はいはいはい、まあ視界がいいということでやってます、ね、視認性重視ってところですかね、はいはい、ロールケージが、まあ、乗員保護っていうところで、はい、入ってまして、お、色が違うんですよ。これクスコですか。クスコですね、青いんで、はい、で、あ、サイドバーが、サイドバーは後からつけたんで、はい、ちょっと色が多分材質も違うんじゃないですかね、うん、こっちが黒森でこっちはスチールみたいな、はい、ちょっと音が違うけどこれはそんな違かない。みんなついてますね、ラフィックスですね、はい、よいしょ。あ、でパワー FC でコントロールしてあるんですか。はい、そうです。で、3連メーターがついててトラストのブーストコントローラーですよね、はい、はい、で、シフトノブがすごいいかついのついてるんですけど、はい、スパルコ、スパルコですね、ですよね、はい、気づかなかった、はい、で実はこれミッションが、シンクロ付きのドグミッションになってると、はいはい、シンクロ付きのドグミッションって言い方合ってるのかな、どうなんですかね、ですよね、なんか構造的には、まあ、ドグバーがついてて、シンクロもついてると、シンクロがついてる、だからまあシンクロ付きドグミッション、はい、メーカーはどちらのですか。長尾テクノさんですね、はい、なんか結構ドリフトの人でも使ってる人が、そうですね、オーバーホールベースで、はい、純正の釜使って中だけ交換っていう感じで、うん、値段的にもちゃんとした、ちゃんとしたって言ったら、まあ、長尾テクノさんのもちゃんとしてるんですけど、まあ、有名どころのミッションを入れ替えるってよりは、まあ、余計なものもいらないですし、金銭的にも金額的にも安いっていうところがあって、はい、今割とドリフト界ではつけてる人が続々といるミッションですね。釜はそのまんまで中身だけ交換する、ね、そうです、中身だけ交換するタイプですね、はい、シンクロ付きの道具ってことは多分その速いシフトチェンジとかっていうよりも単純に刃をまあ、ドグミッションみたいにこう斜め場から横場、はい、縦場っていうんですかね、はい、にすることで耐久性を上げてるっていうところ、ね、そうですね、強化されてるような感じで、はい、あとまあクロスになってるんで、小さいサーキットとかだと結構2速とかも
あのスピードレンジ速くなるんで、はい、武器にはなるのかなっていう感じですね。ノーマルのギア比が割とワイドだから、そうですそうです、クロスになるとメリットが大きい、はい、そうですね。ちょっと触ってもいいですか。はい、どうぞ。ああでも、あ変わんないか、純正っぽい感じですね。はい、純正よりなんかちょっとだけこのギアの入りがゴリッとする結構日産のミッションでボコンボコンって入るイメージあるんですけど、はいはい、少しだけこうスバルっぽいっていうんですかね、ゴリゴリする感じがあります。はいはい、これは何ですか。それは地方戦に出るのに、はい、レギュレーションで一応消火器を、はい、搭載してくださいよっていう項目があるので、はい、大会に出るために積んでます。はい、はい、消火器です。ちょっとエンジンルーム教えていただきたいんですけども、はい、エンジンタービンの仕様を教えてください。はい、エンジンは RB25DT のネオ6になります。はい、タービンはトラックのタービンを使っていて、はい、TF06 というものを使っています。三菱タービンですか。三菱だと思います。はいはい、トラックって何のトラックなんですか。普通のファイターっていうトラックについてるタービンを、はい、RB25 につけています。 TD06 のハウジングを使ってるんで RB用 でつけてると思われますね。はいはい、エンジンも中身変わってるんですよね。エンジンは一応、はい、カムシャフトが変わってまして、はい、それから、コンロッド、ピストンあたりが強化品になってるような仕様になります。パワーがどのぐらい出てるんですか。一応ダイナパックで430馬力ぐらいのデータでしたね。はい、結構パワー出てるんですね。うん、はい、でこの車ってあれでしたっけ、はい、ネオ6って可変バルタってついてるんですか。ついてます。はい、ってなるとやっぱり RB26 とかよりも低速とか中速は強いんですか。そうですね、下はやっぱり26乗られてる方とかと話したりするとやっぱり25の方が、うん、下からのトルクは出るような感じですかね。はい、で、あとはもう本当定番ですね、ラジエーター変わってて、はい、あそうか、ウエストゲートがついてまして、でこのブローオフが面白いんですよね。エボテンの純正流用をしていますね。はい、エアフロメーターも、はい、インプレッサのエアフロメーターがついてて、コイルなんかはアウディが、はい、アウディのコイルを使ってますね。はい、インプレッサのエアフロですか。はい、初耳ですねなんかインプレッサによそからのエアフロはよく聞いてたんですけど、まあ多分 GDB とか GRB あたりだとは思うんですけども、はい、容量足りるもんなんですね。一応今の馬力で目いっぱいぐらいなんで、まあこれ以上ってなるとまた違うエアフロメーターちょっと探さないといけないかなっていう感じですけど、はい、今のところこれで、うん、はい、やってます。はい、はい、アウディのコイル、はい、これが意外中の意外なんですけど。そうなんですね、ここ自体にはズコって入れると、はい、カチンってピタッとはまったような、はい、これ専用設計みたいなぐらいピタッと合うんで、はい、カプラーとか配線の加工はちょっとしないといけないんですけど、熱にも強いんで、これも RB でパワー出していきたいなとか、高回転でドリフトやりたいなっていう方にはかなり値段的にもやっぱり安いので、加工できる環境があるんであれば、ぜひこのコイルがいいのかなと思います。あ、やっぱ熱は結構弱いんですか。そうですね、ネオ6のコイルってパワートラが一緒にくっついてるんで、はい、RB 自体熱を結構持つエンジンって言われてるので、うん、熱でやっぱり中が壊れちゃったりして、ーサーキットとか行って走ってて調子悪くなったってなると大体コイルなんかが多いので、まあそうですよ ね、こんなカムとカムの間に埋まってるんですからね、はい、それは熱がいはきそうですけれども、アウディのコイルにすると意外といけちゃうっていうところですね。はい、はい、ちなみになんですが、足とかって何が入ってるんですか。足は、車高調が GP スポーツの G マスターが入ってます。はい、まあ、あとドリフトでいうとショートナックルなんていうものをよく使って、ドリフトさせた時に角度がたくさんつくようにしたりするんですけど、うん、これはちょっと変わったものがついてまして、はい、スカイラインってもともとキャスター変化を起こさないような足なんですけど、はいはいはい、マルチリンクで、はい、
疑似ストラット化するような、もともとピロじゃないところが、はい、ピロになっていて、あ、動くようになってて、動くんでこう足が前後にこう動くんですけど、そうするとアッカーマンですか。アッカーマンともまたちょっと違うんですけど、はい、なんていうんですかね、タイヤがこう切った時に、はい、キャスターがこう寝たり起きたりするんで、はいはいはい、引っかかって欲しくないというか、あんまり設置して欲しくない方のタイヤが斜めになることで、はいはい、ドリフトした時にその横に飛んでいく抵抗、はい、本来はイン側のコースに対してイン側のタイヤって抵抗になっちゃったりするんですけど、はいはい、それをアッカーマンとかキャスターでどうその転がる方に持っていくかっていうようなことをするんですけど、逃がしてあげる方向に持っていくんですね、はい、これはM8 オートトレーディングさんっていうところの関わりがある方なんですけど、はい、松本さんっていう方が設計したアッパーがついてまして、スカイラインにはすごくいいと思いますね、はい、おすすめなところですか、はい、多分ドリフトしてるスカイライン乗りの方はみんなそこで悩むと思うんで、そうなんですね、はい、貴重な情報ありがとうございます、はい、で、非常にちっちゃなバッテリーですか、これは。そうです、ちっちゃいですね、はい、はい、これは何キロぐらいなんですか。これは重量が多分メーカーが書いてるので1キロないぐらいなんですけど、軽いんですね。もともと純正で推奨されてるバッテリーのサイズでいくとだいたい9キロ後半ぐらい、はい、そのくらいの大きさのバッテリーを積んでるんで、まあオーバーハングでここに重たいものがあるっていうのはやっぱり、うんうんうん、あんまり良くないんで、はい、バイク用のバッテリーなんですけど使えるのかなと思って、うん、とりあえず買ってつけてみて問題なく全然動くんで、これもここの位置で9キロ8キロかな8キロぐらい減量できるっていうのは、うんうん、もうこれつけるだけなんで、うん、すごく手頃にできる軽量化だと思います。やっぱちょっと電気の容量を犠牲にしてでもオーバーハングの軽さがあると走りに、はい、いい方向につながってくるというところですかね。そうですね、余計な電気は使わないっていう必要最低限、はいはい、街乗りの人は絶対に真似しないでください。そうですね、エアコンガンガンとかはちょっときついかもしれないですね。そうですね、はい、爆走石崎チャンネル、はい、ということで今回は榎木さんの34スカイラインを紹介させていただきました。次のドリフトの大会はいつですか。年末に茂原ツインサーキットで D1 地方戦の関東大会がありますね、はいはい、勝てそうですか。いつもギリギリ予選ギリギリぐらいなんで、はい、まあ、今回も予選通ってまあベスト8とか、はい、まあ、優勝は分からないですけど、まあ、いけるとこまでやりたいとは思ってます。いやもうぜひ、はい、石崎チャンネルとか言っちゃったんですけど石崎チャンネルからねドリフトの優勝した人が出てくれたら、はい、ちょっと勝手に嬉しいんで、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、まあ、今その、まあ、ドリフトで大会とか出られてて、はい、こうスポンサーさん募集とかってしてらっしゃるんですか。そうですね、まあ、走り続けるのにもやはりお金いろいろかかりますし、まあ、金銭的にはギリギリで走り続けているような感じなので、ぜひスポンサーさんとかいらっしゃれば募集させてもらいたいところはあります、はいはい、ということでございます、はい、次の茂原戦ぜひ優勝できるように、はい、この動画が公開されてるかどうかまだ分からないんですけど、はい、一生懸命編集するので、はいはい、頑張ってくださいませ、はいはい、頑張ります。本日はどうもお忙しいところありがとうございます、はい、ありがとうございました。ではでは。